かったのか。ここ神社の下なのか。地滑りに巻き込まれて落ちてきちゃったのか。そうだ、みんなは無事なのか。頭がズキズキする。このエリアの外？ダメだ、電話は使えないや。あ、今何か動かなかったか。何かいる。あの岩みたいなやつなのか。音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。せーの、えい！あれ？いない？どこ行ったんだ？あ、草むらの中、草がよけてるとこがある。ここに何かあるみたいな。見えないけど何かいるのか。そうだ、さっきも似たようなことがあったような。そういえばあの時はミノルが何か言ってたっけ。なんだっけ。変なものが映るとかなんとか。スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。撮影したら姿が見えるんじゃないか。よし、やってみよう。あ、なんだ今の。一瞬だったけど確かに何かいた。これなら見られるんだな。
でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。辺りをスマホで見てみるか。手がかりがあるかも。この生き物は変な生き物？喋ってる？うわ、こっち来るな！こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ？何なんだこいつは？お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。どうしても何も、どうしてなのかな。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは大人ってことだ。では違くて、とにかく子供じゃな。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐ向き
ない。いいからこっち来るな。待ってよ、タクマ。うまくあいつを振り切ったぞ。しかし一体何なんだ。あんな生き物見たことないし。それなのに不思議なもんだな。そんなに怖くはなかった。じゃないよな。こいつ、僕らを襲った岩のやつか。いたのか。この距離では逃げ切れない。油断はできないし、少し様子を見るか。体が岩でできているのか。私には注意しないとだな。それによく見るとそんなに強そうじゃないな。って、うわ、また来た。でこいつ、まずい。また突進してくるつもりだ。逃げて。お前は衣。こいつは気が立っている。早く逃げて。待って、足がすくんで。僕がこいつを引き止めてるうちに、さ、早く。さあ、かかってこい。だよ、お前弱っちいじゃないか。僕なんて構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマを守らなくちゃ。ダメかも。あ、まずい。お前の相手はこの僕だ。ギギギギギ。そうだ、追いかけて来い。衣、せめてお前だけでも逃げろ。そんな、タクマを置いて逃げられないぞ。だからそれはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。僕もなんだかやれそうな気がしてきた。タクマ、僕行かなくちゃ。え、おい、一体何を。大丈夫、タクマ見てて。言ったでしょ、僕はタクマを守るって。コロモン進化。
もん。頑張るぞ。僕の番だね。でどうにか勝てた。コロモ、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。タクマ違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロモンじゃないのか？うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。でもとにかくまずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのもこの姿になれたのも全部タクマのおかげだ。僕のおかげって何もしてないし。そ
そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。タクマ、ありがとうな。どういうことだよ、その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ。さあ、そうだよな、お前に聞いた僕が間違ってたよ。照れるな。いや、今のは褒めてないからな。とにかくこんな変な生き物見たらみんなびっくりするだろうな。みんな、そうだ、みんなを探さないと。みんな、みんなって誰だ。ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあってこの近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど土砂崩れに巻き込まれてみんなとはぐれたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中、霧で方向感覚もわかんないや。霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。どうだろう、わからない。なあアグモン、さっきの石の化け物ってあれ、お前の仲間なのか。仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも化け物はいるのか。いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、けむくじゃらないやつ、他にもいっぱい。もちろんいいやつもいるし悪いやつもいる、どっちでもないやつもいる。いっぱいか。ちょっと頭クラクラしてきた。僕、頭を打ってどうかしてるのかな。ん？どうした、タクマ。これからどうしようかなって。あの岩の化け物にまさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。じゃないぞ、岩みたいなやつなら。そいつの名はゴツモン。それぞれ固有の名前があるんだな。
とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか。おお、僕はタクマと一緒だ。わかった。よし、じゃあ。ああ！今のは姫？うん、人間の悲鳴だと思う。あっちの方から聞こえた。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。行ってみよう。おお、